皆さん、こんにちは。アフタービデオミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。皆さん、こんにちは。どうも、アフタービデオミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。このでかい箱、何だと思いますか？このでかい箱、すごいでかいですよね。僕の肩幅よりも大きいですよ。これ何だろうか？何のマルチエフェクトやろうか？ババン！ズームの G5N でございます。今回の動画では、こちらの G の、ズーム G じゃない、ズームの G5N を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。というのも、今までなんていうんですかね、このコメントでね、その G5N のレビューはしないんですかみたいな感じで、コメントはたくさん、リクエストいただいておりましたが、これ以上いろんな機材を増やすのは嫌だなという感じで、僕はかたくなに拒否をし続けておりました。が、視聴者の方から、いつも動画をご覧の方から、あ、よかったら貸しますよなんて、メールをいただけたので、わーい、貸してもらえるなら遊びたいということで、貸してもらうことに成功いたしました。やったね。沖縄県にお住まいの A さん、ありがとうございます。早速動画を作らせていただいております。で、まあ、今回もね、画面のズババババンという感じで、手元もお見せしながらご紹介させていただきますので、よかったら、チェックしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。とりあえず、今回の1本目の動画では、簡単に触ってみようかなと思います。すげえまた、なんて言うんでしょう、この内容が充実しているというか、すごい機能性がアップしているなんて紹介しきれないと思うんですよ。なので、まあ、今回の動画では、簡単なご紹介だけちょっとさせていただこうかなと思います。どんな音が出るのかしらと。レビュー環境としては、いつものおなじみのビル・ローレンスと、カナレのシールドと、あとこちらはスタジオにたまたまあったマーシャルの JVM という感じです。で、もちろんアンプの方は、こんな感じで、クリーントーンになっております。という感じです。ではでは、とりあえず説明書を見て初期化の操作だけ覚えました。初期化の操作、よかったら皆さん覚えておいてくださいませ。電源を切って、ここには電源があるんですけども、電源を切って、このボタンを押しながら電源を入れるそうです。で、そうすると、Are you sure? って聞かれるんで、この Yes を選んで、ポチッと決定をすると。そうすると、Processing Complete って出てくるんで、これで初期化が完了という感じです。で、箱から出したばっかりで、本当に僕も全然触ってない感じですが、まあ、なんとなくなんかこう、ボタンがいっぱいあって、なんかわかるかなっていう感じですかね。とりあえず初期化をして音を鳴らしてみると、鳴らないのは、スタンバイスイッチ。わお！初期化して、とりあえず電源を入れて、繋いで音を出したら、この音がするらしいです。すげえ、ドンシャリ。すげえドンシャリ。すげえドンシャリ。こんな感じのロックなかっこいい音がするみたいです。で、まあ、前回の G5 となんかね、様子はだいぶ違うんで、なんか伝え方が違いそうな感じがするんですけど、まあ、なんとなくわかるかな。まあ、なんかね、パッと見た感じ、なんか説明書見なくても、なんかわかりそうな感じですよね。例えばこの辺とかいじると、なんかこう、パラメータがいじれるみたいな風にはならない。ならないね。でも見ただけでわかるんじゃないかな。ならないね。この辺違うんかな。まあ、これやると、このなんかパラメータっていうか、そのエフェクトがなんかオンオフするわけじゃないですか。この TS ドライブっていうエフェクターがオフになって、これはエクスタシーブルーっていう、多分アンプシミュレーターとかだと思うんですけど、これがまあオフになって、これはズームノイズリダクション、ノイズ取るやつって感じですね。で、これを、この辺とか押すと、はい、来たこれ。はい、来たこれ。このスクロール左、スクロール右ボタンを押すと、ここのパラメータを呼び出す範囲が変わるわけですね。この白くなっているところ、ハイライトされているところのパラメータを呼び出して、ここで操作していく。真ん中のゾーンで操作をしていくって感じだと思います。なんで、スクロールをこっち側に持っていくと、モジュレーションと、GEQ、まあ、ギターのイコライザー、グラフィックイコライザーですね。が出てきているんで、これで、まあ、ここのつまみとかを使っていじっていくっていう感じになるんでしょう。多分、これを切るとディレイがなくなる。これをオンにするとディレイが
入ると。はい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 、だいぶ分かってきました。はい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 、だいぶ分かってきました。はいはい、 OK OK。 で、あと他のパッチとかを呼び出すには多分このメモリーとかのこの辺のボタンを押したいんですよ。多分この辺を押すと、ほら来た、これだいぶ分かってきました、だいぶ分かってきました、だいぶ見えてきました。今これ1番の音色が選択されているんですが、この2番の音色フェーズドを選択するとまた音色が変わると。わお、フェーズドっていう音の音色を選んだらフェーズが変わりました。こんな感じの音みたいです。で、この UFA という音色もチョイスしてみると、UFA、UFO な音がするんでしょう。まあ、すごいドンシャリです。ドリームワールド、ドリーム、ドリームワールド。なんかすごい、なんかディレイの感じが、なんかドリーミーな感じですよね。不思議なディレイのかかっているエフェクトという感じです。Dream World、まあ、夢のある世界って、夢のある世界、夢のある世界、夢のある世界って聞くと、じゃあ夢のない世界って何だって感じになっちゃうんですけども、まあ、世界は夢で溢れてるわけじゃないですか。世界は夢と愛で溢れてるんですけども、その、あ、世界がなんか夢で溢れてるって言っても、それはまあすごく当たり前のことだって、そのむしろ夢のない世界はどういうもの、まあ、この辺のボタンを押すと、またこうね、いろいろこの、パラメータが変わったりとかするんじゃなくて、どうするんだこれ。パッチ選択モードの時に多分これですね。このバンクです。バンクです。これです。これ来た。これ来た。これ来た、これ。このバンクのボタン。バンク下、バンク上のボタン。これを押すと1から4番の音色が、5から8番の音色になると。で、この状態でまたこうバッと押したりとかすると、ザ・ブラウンという音色は呼び出せると。で、これでストンプボタンじゃないか。このメモリー切り替えボタンみたいなのを押すと、またこのパラメータを細かく設定する画面が出てきてって感じになるんだと思います。ちょっといろいろ鳴らしましょうか。ザ・ブラウン。これもすげえドンシャリ。ファンクソース。ファンクソース。ワウ。オートワウですね。わお、いい感じのファンク。ちょっとパラメータを呼び出してみましょうか。このオートワーってやつ、これがかま、これが噛んでるからこの音なんです。これがないと。なんかすげえモコモコした音って感じですよね。すげえモコモコした音。なんか面白くない。けど、オートワーが変わる、絡むことによって。
こんな感じの音みたいです。他にも行ってみましょうか。ハードロック。まあ、ハードロックと呼ばれても、さっきからハードロックに出てきそうな音色がすげえたくさんって感じですけど。当然、次行きましょう。グランジファーズ。でもまあこれではないですかね。これではないですかね。この曲を作った人はファズじゃなくてあれですもんね。ディストーションですもんね。他の音色も見てみましょう。バンクアップして9番。MS ムート。ちょっと次行きましょう。オクターブソロ。わあ、オクターブソロ。わかりますか。この僕が出している音に対して。僕が出している音に対して、このオクターブ下の音が出てきてくれているわけなんです。これだ。これが普通の音。オクターブをオンにすると。こんな感じの音になるわけですよ。なんかこの音に厚みが出た感じですよね。まあオクターブ下で弾いてくれてるから、その厚みが出るわって話なんですけど。メキシコ、メキシコ、メキシコ。メキシコ、メキシコ、メキシコ、メキシコ。まあ、こんな感じの音色みたいです。他のやつも行ってみましょうか。ヘブンセント。どう扱えばよいのでしょう、これは。この音ですね。SL ドライブ。これ何が起こってるかお分かりでしょうか。ディレイの返ってくるタイミングがすごいのは特殊な感じなんですよ。普通にこうディレイが、ね、一定にこうポン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 って返ってくるんじゃなくて、なんかデンデデン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 みたいな感じで、なんか謎のテンポでディレイを返してくれてます。あ、ディレイが2個噛んでるんですね。ディレイが2つ入っている。これが入っていることによって面白くなってるんだ。そうですね、1個だけだとこんな音で、2個入るとなるほどね。こういう使い方もできるわけですね。僕以前紹介したタイムラインとかだと、そのね、ボブとかなんか、なんかこう、ちょりーなみたいな感じのなんかキャラクターを設定しましたけれども、こんな感じでディレイを2個かますっていうこともできるんですね。これちょっと面白いっすわ。なんかこの片方のね、ディレイはその4分に設定しておいて、片方のディレイは8分、不点とか、不点8分とかに設定をしておけばね、なんかこのいい感じのこのズレとかが面白い効果になると思いますし、これはすげえ。
ちょっとどう使ったりかまだ分かんないんですけども、でもすげえ面白いと思います、これは。こういう効果音みたいな、ね、遊び方もできるんで、これはなかなか面白いって感じですね。ダブルでディレイ、ダブルでディレイ、テキサストースト。なかなかジューシーな。いいよ、歪みですね。こういう音、僕すごい好きです。次。こんな音。なんかもうちょっと面白い面白くないですかね。お、アコースティックシミュレーター感じですかね。アコースティックシミュレーターというエフェクターでございます。わお、ちょっとなんか訳が分からない感じですけども、こういうのもあったりとかすると。こんな感じで今42番とかまでやってるんですけれども、まあこのバババッと鳴らしてみるとこんな感じまでいろんな音色が鳴るなっていう感じなんですよ。でこのね、元から組んであるパラメータというかプリセットを呼び出して使うのもありですし、まあちょっとこのプリセットモードから何て言うんでしょう、このパラメータ呼び出してこの細かく音作りをするモードにして、まあ新たに新しくエフェクトを追加したりとかパラメータいじったりとかして音作りをしていくことが可能と。この辺のボタンとかね、ペダルのこととかまだ全然触れてないというか、僕がそもそも使い方があまり分かってないんで、なんかどうしたらいいかって感じなんですけれども、とりあえず今回の動画でなんかざっと見るだけでも、まあ結構色の音色が出るなって感じっすよね。しかもそれぞれの音色の完成度がすげえ高いと言いますか、さっき僕がちょっと弾いてたすげえなんかジューシーななんか歪みがあったじゃないですか。あれとかはね、なんかマルチエフェクターっぽくない感じの音ですし、いやなんか本当にもうズームの新製品を毎回毎回驚いてばっかりだなって感じですね。まあ、次の動画の時にね、その新しくそのなんて言うんでしょう、エフェクトを追加したりとかパラメータをいじったりとかしてもっと作り込んだりとかしてみたいなと思いますので、まあ、よかったらそちらも楽しみにしていただければなという感じでございます。とりあえずまあ覚えておいていただきたいのは、
別に覚えなくてもいいと思うんですけど、今回僕が自信を持って紹介させていただくのは、電源切る、ここを押しながら電源入れる、でしばらく待つ、そうすると Are you sure? って聞かれる、イエスを選ぶ、押す、プロセッシング、コンプリートで初期化が完了するということでございます。これはまあね、僕が覚えたことですからね、自信を持って皆さんにお勧めしますよ。お勧めしても、まあ、そんなに初期化はしないかもしれませんけれども、そうするとまあ最初は、この音が出てきて、おお動画と一緒だっていう感じになるかと思います。ぜひ楽器屋さんで試奏する機会があったら試してみてくださいませ。それでまあ今回はざっとですけれども、まあ十分20分ぐらい弾いてるんでざっとじゃないか、まずざっとですけれども、まあ、紹介させていただきました。次の動画でですね、また細かいところもいじっていきたいなと思いますので、よかったら楽しみにしておいてくださいませ。それでは皆さん、さよなら。また違う動画でお会いいたしましょう。じゃあねー。